冗談じゃないから。見知らぬ人間とすれ違ったら怖いからな。で、一人一人に聞くからな。あんた神村って。聞くしかないよね。怖いもん。背中美里さつたんにどうされるか分かんないし。聞いてどうされるんですか確認っていうことですかんその場で100登板するよ。身柄を拘束して。でももし逃げようとしたら、どうするか分からないね。 相手が俺あ、俺よりはるかに大男かもしれないし。うん、だとしたら、なんとかして報復するよね。こんなことされたんだから。でもそれをあなたたちは見逃すわけなんだからね、うん、これから。まあ一人一人にちょっと声かけて、拘束して,って。うん、っていうか、あなたが電話、あの、上村と名乗る男の、うん えー、電話番、電話番号を教えたんだから、うん、警察から電話して、十あのー、十分な勧告すればいいだけの話でしょ、うん、それをしないんですよね、あなたはね。あなたたちは。やめてもらえませんかね、こうやって被害者の側の方を、うん、あの、水際で、えー、被害届を受け付けなければ、永遠に、緊急率が高いままですからね。で、そうやって見殺しにするわけですね。 そういっったことは言ってないいですけどねいやそういうことじゃんわかります皆さん私これから警察官に見殺しにされますうん<ー>ただまああのこっちがどんなにどれだけ怖いかわかるか<ー>もう分かってたら普通帰らないけどな うん。あんたらの親兄弟だったらすぐ被害届け受けんだろう。うまあ,あ,あもしか身内だったら、同じ警察官同士だったら。だけど一般市民はこうやって、はい、お帰り。今から、えー、殺人予告をされてるにもかかわらず、<laughs> このけあの、杉並警察署のおまよりさんは帰るそうです。殺人予告はされてないですよ。名前もわからない、住所も、ね あれですよね、あのね、ー、その住所を言ってる人間からわずか 1>,、えー、1時間に14件の異常なメッセージが書かれて、えー、違うアカウントできっちり責任を取ってもらいに来ると宣言している人間から脅しをかけられているにもかかわらず帰るそうです。 うんだからここでここら辺で何が起こっても被害届け受けなくていいからうん帰った帰ったその代わり俺は、その代わり俺が何かやってもそいつから被害届け取んないわどういうことですか何もやらないでくださいねうんまあでもに触れるようななことはしいいでください、ね、ええー、何を言ってるのあなたちょっとおかしい意味わかんないこの人 すいません、み、あのー、なんか、基地外に絡まれて殺人予告をされてるのに <laughs>、あの、ただで殺されるっていうらしいんですよ。みんな、この警官の顔絶対覚えておいてね。帰るんだな。失礼しますよ。皆さん、本当の杉並区は怖いところです。 犯罪が犯罪になりません。つまり犯罪者ののさばり放題です。